はい。おはようございます、えー。少し機材トラブルありまして遅れてしまって申し訳ございません。今から107回目のヒルズブレックファーストオンライン開催で始めたいと思います。本日司会を務めます林と申します。よろしくお願いいたします。はい。えー、本日のオンライン開催ですけれども、えー、ヒルズ14回より配信いたします。ますえー、少し機材トラブルありましてですね、えー。今回はですね、あのー、なんと、 ちょっと中継が入ります。ルルレモン六本木ヒルズ店さんより豪華なプレゼントを用意しておりますので、えー、後でですね、応募方法などこちらでお案内しますので、ぜひ、えー、最後までお聞き逃しなくお聞きください。はい。えー、じゃちょっとトラブルで遅れてしまったので、サクサクといこうと思うんですけれども、えー、まずヒルズブレックファーストについて簡単にご説明いたします。ヒルズブレックファーストはですね、森ビルと、えー、六本木ヒルズのオフィスワーカーによって運営されているイベントでして、えー、これまでに106回、 563名ものスピーカーの方々が登場してくださっていますとで。ヒルズブレックファーストはですね、ペチャクちャというイベントのコラボレーションイベントになっております。でペチャクちャナイトというものはですね、2003年にクライン・ダイサム・アーキテクツのアストリット・クラインさんとマーク・ダイサムさんが発案した面白いフォーマットなんですけれども、20秒のスライドを20枚という限定されたフォーマットでお送りするというストーリーテーリングイベントと。 なっております現在はです、ね、なんと世界、これどんどん増えているんですけれども、1200都市、えー、以上で,です、ね、このフォーマットを活用したペチャクチャナイトという形でイベントが開催されています。でこちらのです、ね、ヒルズブレックファーストでも使用しているスタイルなんですけれども、このペチャクチャナイトというものが本家になります。でこちらは、ね、また近日中に本家のイベントもありますので、えー、ぜひ Facebook ページをフォローしてみてください。はい、またです、ね、本日右手に、えー 字幕出ていると思うんですけども、こちら UD トークという、えー、アプリを利用していまして、えー、50回目にヒルズブレイクカストに登壇いただいたあ青木さんにが手掛けている UD トークというものになるんですけども、えー、どんどんです、ね、リアルタイムで登壇者の言葉が、えー、字幕化されていますと。とぜひこちらもチェックしてみてください。はい。では早速ですけれども、えー、最初のスピーカーの方に登壇していただこうと思います。えー、最初の方は山崎史郎さんです。よろしくお願いいたします。 私は、えー、こちらビデオをフして書いますので、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と。 はい。えっとですね、実は2017年に私一度登壇しているんですね。コマ博士として登壇しております。こちらにあるような、あの、コマで回り出した物理学者の人生という感じでね、お話しさせていただきましたが、今日はね、インターステラーが好きすぎて、テネットの,あの科学監修になりましたっていうね、全然違うお話をね、2回目ということでしたいと思います。 で2017年の段階ではこんな感じでした、駒大戦というのに出場しまして、えー、とその試合でまあ一度優勝しました。で、世界駒大戦に出場して、それ以来ね、科学をあの分かりやすく駒を使って伝えるという活動をね、してきました。駒祭りというようなね、400人ぐらい駒の人を集めたイベントですとか、科学グッズなどをね、ちまちまと作ったりしていましたが。 今回ね、2000年になって、あの、だいぶ進歩がありました。コマの科学という本をね、一冊予告通り出しまして、5万人ぐらいコマだけの夏休み特別展示展をやったりですとか、コマ対戦のそのグッズをね、販売したりですとか、で、そういう活動をね、E テレのあの、またよしのヘルエカの方で出していただいたりしたんですけども、本領は実は私、物理学者をやっておりまして、こんな感じの量子力学っていうね、少し突きにくい、難しいのをやってるんですけども、なんでこんな活動をしているのかと言いますと、 科学を分かりやすく魅力的にいろんな人に伝えたいという思いをすごく思っております。ですけれども、科学ってどうしても少し難しいなっていうふうに思われてしまうことが多いんですけども、例えばこちらの図のように、科学と遊びを何か融合した、まあ、コマって実はそういうものになるんですね。そうすると、コマを使うことによって、 遊びながら科学を伝えられるんじゃないかということで、コマを使った科学実験教室など、小学校、中学校、高校、もしくは一般の方向けにこれまで200、300回ぐらい開発やってきましたが、じゃあもうちょっと大人の方には科学を伝えるにはどうしたらいいかということで考えたのがこちらですね。映画、SF 映画というのが、まあ、映画のエンタメと科学の融合ですので、SF 映画を使って科学を伝えられないかということで、あのイベントを始めました。 でその時に、どの SF 映画を使ったらいいかなというのが重要なんですけれども、そこで考えたのが、クリストファー・ノーラン監督のインターステラーだったんですね。で私、この映画があの本当に大好きすぎまして、これまでにえと大体35回ぐらい、40回ぐらい視聴してきました。 映画館で10回ぐらい、DVD、まあ、とかで二三30回見てきたんですけども、特に思い出に残ってるのが次のスライドに出てくるやつでして、これを世界最大の IMAX シアターで見るために、シドニーに日帰りで20万円かけて行ってきたことがあります。だいたい夕方の3時ぐらいに到着して、見た後に9時にはもうバスで空港に戻るっていう、そういう感じですね。もう8階建てのビルが全部が映画館で、1個の映画館で埋まってるというすごい大きな場所でした。 でこういう感じのところで見てきたんですけども、この見た後にもに、毎週のように徹底解説会というのをいろんなところで行ってきました。SFA がインターセラーで学ぶ相対性理論超入門ということで、もう10人ぐらいの回から200人ぐらいの回まで100回ぐらいずっと繰り返してたんですね。でそうこうしてるうちに、あの元の会社のですねワーナー・ブラッサースにちょっとお前来てくれというふうに本社のように。あの 本社に呼ばれましてあ、これひょっとして怒られちゃうのかなって一瞬思ったんですけども、この試写室に、ね、来てくださいということであの、扉が開いたんですね。で、この奥の方では3ヶ月前の話になりますけれども、現在公開中のテネットが実はあのたった2、3人で見るという状況になりまして、でテネットの、えー、と翻訳の科学監修をしてくださいというようなお話が、いろんなところから突然来ました。で、こちらはあの一般向けにあのこう、マスコミ向けに最初に公開された。 時のシーンなんですけども、字幕を担当していらっしゃる安瀬隆さん、これ実在の人物なんですよ。皆さん、あの字幕でね、最後にこの方の名前見たことあると思いますが、あの一緒にね、字幕を開発していきましたで。特に科学に関する用語がいくつか出てきますので、この裏側をねほんのちょっとだけ紹介します。例えば、タイムインバージョンなんていう単語が出てくるんですけども、時間の反転なのか逆転なのか、いやいや、これは逆行ですよってお勧めしたりですとか、アナイアレーションという単語が出てきますが、 これは実は対象滅じゃなくて追消滅って読むんですよとかね。そういうような科学的な監修をしていきました。で仕事は実はこれだけじゃ終わらなかったんですね。公式の映画パンフ、あの、見ていただいた方多い、いると思いますけれども、ここに6ページの、まあ、実質のメインコンテンツとして、科学解説の方をね、載せさせていただきました。逆行する時間の謎を解明せよという感じですね。でこのパンフの元になっているのが実はありまして、 映画を実は公開前に私5回も視聴させられました。あのまあ、自分の意思で見たんですけども、これを科学的に全部噛み砕いて150ページぐらいのスライドにあの作ったんですねで。今回は特別にこの150ページのスライドから3ページだけ、あの1分間で皆さんにスライドあの内容を少しね紹介したいと思いますで。いろんな単語が出てきます。例えばエントロピーという単語が出てきますが、皆さんにクイズです。ここに4つの画像がありますが、これを ノーヒントでででで時時間間の順番に並べてくださいと言われたら制限時間3秒でできますでしょうか実はですね、これ、どん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 あの丸い玉と黒い玉がバラバラになってってるっていう図なんですね。で、物事は勝手にバラバラになる、つまりエントロピーは増大するっていう話ですとか、映画の中で陽電子ですとか、時間を逆行するっていう単語が出てきたんですね。 で電子と陽電子というのはこの図のように2つ合体してあの追消滅っていうのを起こしまして、でこの陽電子っていうのが実は、ね、時間を逆行してる粒子だっていう、そういうようなファインマンダイアグラムの解説を少しだけしたりですとか、でこういう基本の話を少し20分した後に、あとは後半では映画の内容をたっぷり解説するという感じですね。 これ実は映画の中のあのシーンのダイアグラムなんですけれども、映画を見た方も映画を見てない方も一体これが何の解説なのか多分わからないと思います。すごく複雑な、実はあのカーチェイスのシーンのダイアグラムになります。 でこういう感じでいろんなところであの解説を今進めつつあるんですけれどもあのテネットのインタビューですとかテネットに関係するノーラン監督の,あの映画の解説とかをいろんなところで今させていただいてますのでよかったらねこちらの方あの分かりやすくまとまっていますのであの見ていただけたら嬉しいです。 でこういうテネットをね、あの監修したり、解説する仕事をしてきたんですけれども、そうこうしてるうちにあの、いろんなところからですね、SF 映画とかの監修をしてくださいという仕事がもう、あのいろんなとこから来るように急になりました。でもちろん皆さんからの,あの講演ですとか、科学監修のご依頼も歓迎です。で、そうしてると、今度は駒博士じゃなくて、多分 SF の博士にこれはなるしかないんだなというふうに、自分の中で今、思ってまして、これを今目指して頑張っているところになります。 で皆さんも多分仕事でプロでやっていることと何か好きなものがあると思うんですけれども、それをあの思いっきり突き詰めてみたらいいんじゃないかというふうに思います。でそうすることであなたも何かの博士になって、もしかしたらどっかであの監修してくださいとかマスコミに出てくださいという話がね出てくるかもしれませんで。これが私の最後のメッセージになります。どうもありがとうございました。はい山。山崎さん、ありがとうございました。 すごいですね、もう極め方がすごいなというのが <laughs> いい印象なんですけれどもあの、ちょっとこのところで私、だから一つだけ質問させていただければと思うんですけども、はい、あの、なんていうんですかね。 火がついてからの継続みたいなもの、並大抵じゃないなっていう印象を受けたんですけど、400回やったりとか、えー、その継続のモチベーションっていうのは、どこからこう湧いてくるのか、ちょっと教えていただいてもいいですか。はい、やはり、あの講演会すると、お客さんがまあ3、40人、50人ぐらい来まして、うん、すごくいい質問がいっぱい来るんですねで。それでスライドがさらにパワーアップするのと、うんうん、あとはインターセラーについて、 いろいろ話したかったけども、誰とも話す機会がなかった。今、初めてインターセラー好きな人といっぱい集まれましたみたいな感じで、すごい、初めてインターセラー好きな人に集まれたみたいな、そういうお客さんの声がありまして、これはもっともっと続けなきゃだめだなということで、100回続けるところまで来たはいはいはい。やっぱりダイレクトな声で、こ分も感動されてっていうところもあるんですね。そうですね。分かりました。ありがとうございます。めちゃめちゃ面白い話。私、まだ見てないので、ぜひ見に行きたいと思いました。ありがとうございますします。 ありがとうございます。はい、山崎さんありがとうございました。では、ええー、二人目のええと談士の方をお呼びしたいと思います。ええー、ジュリー・エドワーズさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。えっとルーレモンのジャパンカントリーアマサダレグナイトウェガの代表をしてます。エドワーズジュリーです。 最初にルルレモンのご紹介をさせていただきます。ルルレモンは1998年にバンクーバーで始まったアスレチックウェアブランドですで。コミュニティとのつながりを大切にしていて、世界的に約500店舗あるお店のそれぞれでヨガをしたり、ランクラブがあったり、店舗,店舗はコミュニティとつながる場所として扱われています。実はルルレモンはコロナ禍において、 世界的にオンラインの売り上げが70%増加したそうでコロナ禍でなんと株価も上昇しましたでルルレモンの人気は商品だけではなくてこのルルレモンのカルチャーにあるんだなって私は思うんですけど本当にこうイベントでも人とのつながりをすごく大切にしていてお店に行くとすごく元気が出るって言われるブランドですすみません意外と20秒って。 長いですね。<laughs> すごい。で、あの、この六本木ストアなんですけれども、アジア最大のルルレモンの店舗です。でスウェットライフハブと呼ばれるスタジオが併設されていて、でルルレモンってこう女性のヨガウェアとして認知度が高いんですが、男性のものだったり、普段着で着れる、ビジネスで着れるようなものだったり、いろんなものを取り揃えていて、人気のブランドです。 で私のイグナイトヨガスタジオは、ルレラモン原宿店の2階にあって、ヨガとマインドフルネスをこうより多くの人に知っていただくために、ちょっとこうモダンスタイルにしていってあの、食と絡めたイベントをしたりですとか、音楽をかけたヨガをしたりとかしてます。で実は私たちもコロナ禍においてこう、コロナの追い風を受けて、 コロナ中にインスタライブで無料配信でヨガを続けていたんですね。そうしたらこうオンライン上でコミュニティのが広がっていきまして、コロナ中にあの行ったクラウドファンディングで2700万円のご支援をいただいて、ちょうど先週オンラインスタジオをオープンしたところです。で今日は私たちのこうブランドの話ではなくて、私たちが大切にしているマインドフルネスのお話をさせていただきます。 でマインドフルネスってこうよく最近聞く言葉だと思うので、もう実践されている方はたくさんいらっしゃると思うんですが、マインドフルネスってこうどういうものなのかっていうのを簡単に説明していこうと思いますで。マインドフルネス、今この瞬間に意図的に判断せずに意識を向けることって言われてます。つまりマインドフルネスっていうのはこう今にしっかりいること。 今、この瞬間に意識を向ける心理的な過程のことを言うんですが、その能力をこう訓練して鍛えていくのがマインドフルネスです。で私たちのマインドこう、常に忙しく動いていますこう。体を動かす、動かしてるだけじゃなくてこう、常にマインドも休みなく動いていて、なんと一日に7万回の思考が生まれると言われています。で、そのほとんどが、残念ながら、昨日と同じことを考えています。 そして私たちのこうマインドって自動運転状態になってるんですね。なんか大抵のことは考えなくてもできることで、やり慣れてることを毎日こ,うこなしている状態。自動運転で、例えばこう朝起きて歯を磨くっていう行動もこう自動運転でこう何も考えずできることだと思うんですけど、日常の中でほとんどの行動がそういうふうに自動運転でできるようなことになってます。 でこのオートパイロット状態、自動運転の状態の私たちの脳を自分運転にする練習がマインドフルネスです。でマインドフルネスはよく気づく力を養うプラクティスっていうふうに言われるんですけど、ご普段やってる何気ないこと、例えば呼吸に意識を向けることで気づきの力を養っていく訓練です。でさっき7万回の思考があるってお伝えしましたが、 7回の思考の中でほとんど私たち過去のことか未来のことを考えてるんですね。それを今この瞬間、今ここに意識を向けることがマインドフルネスの練習で、そうすることでこう、思考がこうリセットされるっていうふうに言われています。で、これまであの、マインドフルネスのご説明をしたんですけど、じゃあ実際にどうやって忙しい日常に取り入れればいいのか。 そこが問題になってくるので、ちょっとどうやって取り入れたらいいかっていうのをお話ししたいと思います。でまず皆さんがこう一般的にマインドフルネスって聞いて思い浮かべるのが瞑想だと思います。今日実際にブレイク中にあの私がリードしてメディテーション練習してみようと思うんですが、でもあの瞑想ってこうハードルが高く感じる方もいらっしゃると思うんですけど、すごく簡単なことでこう目をつぶってちょっとこう あの呼吸だったりととか何か何つのことに意識を向ける短い時間でもいいので毎日続けることが大切ですでよく瞑想の話をすると「無になれないんですよね」っておっしゃる方が多いんですが瞑想イコール無になることではなくて雑念が生まれた当たり前で雑念が生まれた時にその雑念に気づいて呼吸だったりとか何かフォーカスしているものに意識を戻すこの意識を戻すっていう訓練が一番大事なポイントです。 でマインドフルネスイコール瞑想ではなくて、いろんなことでも、もっと小さなことからマインドフルネスを始めることができます。で例えば、立ち止まるっていうシンプルなこと、忙しい毎日を送っている中で、立ち止まることでいろんな気づきがあると思います。でどうやってじゃあ、忙しい中で立ち止まったらいいか、たった3呼吸でできます。私がよくやるのはこう3回呼吸をしながら、自分のマインドをリセットするようなイメージで大きな深呼吸をする。 そうすると、こう気持ちが本当に落ち着いて、オートパイロット状態がリセットされます。そして、オートパイロット状態の自分の脳に気づいた後、ちょっと忙しく、忙しくなりすぎてたなって気づいた後に大事なのが、このインテンション、意図です。意図、まあ、あの、日本語で言うと意図で、インテンションって私は言ってるんですけど、インテンションをセットする。なぜ大切かというと、こう、まず気づいてから、じゃあ自分がどうやって、 どういうふうに生きていこうかっていう自分の方向性をしっかり決めていくことで自分運転しっかり自分の行きたい方向に生きていくことができます。で私が今日お勧めしたいのがこう皆さんの朝の習慣。やっぱりこう朝って一日のムードをセットすると思うんですね。 でバタバタってこう家を出ると一日落ち着かないと思うので朝少しだけ早く起きてこう深呼吸をして今日一日どんな一日にしようかとかどういうふうにこう人に接しようかとかインテンションをセットしてみてくださいで今日じゃあ皆さんで深呼吸で私のプレゼンを終わりにしたいと思いますじゃ深呼吸をしましょう息を大きく吸って口から吐いてありがとうございました ジェリーさんありがとうございましたありがとうございますすごくいろんな気づきがある素敵なプレゼンを、えー、ありがとうございましたじゃ早速次もあのコーナーで出ていただけるということなので、えー、ちょっとブレイクを挟みつつですね恒例の一郎さんの、えー、生中継を、えー、お願いしたいなと思いますでは、えー、一郎さん、はい、大丈夫でしょうかいいはい聞こえるお願いします聞こえます大丈夫です、はい、皆さんおはようございます中山一郎です えー、私はですね、今、六本木ヒルノースタワー1階にあります、ルルーレモンに来ております。でね、今日はちょっと時間がないので、もうちゃっちゃと行きますね、今日はね、ルルーレモンのあやさんに来てもらってますよ。あやさん、おはようございます。 先ほどジュリさんから、ね、説明あったんですけどちょっとルルレモンをもう一度ご紹介していただきたいと思います、はいえっと。カナダで20年ぐらい前に始まったブランドなんですけれどもも、えっともとはヨガウェアとして始まっていて今はもちろん他のランニングとかでも使えるようなウェアとかあとは多分あの今見,た見てらっしゃる方大勢あのビジネスされてる女性男性いらっしゃると思うんですけどその方たちが。 お仕事でも着れるような服、うん、で、かつめちゃくちゃ動きやすいみたいなウェアとかもたくさん置いてますはいありがとうございますでさっきジュリさんがあのマインドフルネスをなんかこれからちょっと実践していただくということでこの2階にスタジオがあるんですねちょっと2階見てみますあほらほら手見えるかな <laughs> 手振ってるよ準備万端ですじゃあ早速マインドフルネス実践お願いしましょうかはいじゃあ そちらの方にカメラを切り替えていただけますか、皆さん。はい。聞こえてる。うん。えっと、今日は短い、あのメディテーション。 をやっていいこうと思いますで最初はあのヨガっていうお話だったんですけど今日皆さんこう多分お座ってる方も多いと思うので簡単にできるメディテーションを実践していこうかなと思いますでもともとヨガってこう皆さんが知ってるこう体を動かすヨガっていうのは瞑想を落ち着いて座って瞑想するための準備で準備で始まったものですなのでちょっと軽く体をこう座ったままでできるヨガをしてから瞑想に入ろうかなと思います じゃあ座りやすい格好になりましょう。もし床に座ってる方がいたら、瞑想のとき、メディテーションのとき、こうやってこうクッションだったりとか、枕をお尻の下に置いてあげる置いて,あげてこう、座骨を少し高くしてあげると座りやすいと思いますで。椅子に座ってる方は椅子に座ったままでも大丈夫ですで。まず両手を膝の上かももの上に当てて、ちょっと左右に体重シフトさせて、自分の重心感じていきましょう。 息を吸いながら、ぐーっと肩を耳に近づけて、吐いて、肩を後ろに回していきます。ゆっくり動きましょう。息を吸って、肩を耳に近づけて、吐いて、後ろ。もう一度息を吸って、吐いて、今度息を吸って、肩をぐーっと耳に近づけたら、吐く息でストーンって落としましょう。これあと2回いきます。息を吸って。 吐いて、もう一度息を吸って吐きます。今度は手を動かしていきましょう。息を吸って両手を空に大きく伸ばして、手のひらと手のひらを合わせながら口から息を吐いて両手胸の真ん中。もう一度息を吸って両手を空に吐いて両手胸の真ん中。 もう一度息を吸って両手空吐いて両手胸の真ん中今度は息を吸って両手を空にで右手を左膝の上に乗せます息を吸って左手ぐーっと上に伸ばして吐きながらこの左手後ろにで椅子に座っている方は左手で背中椅子の背中を持ちますで床に座っている方は指先こう立てていいので お尻の後ろについて。で、肩上がらないようにしっかり下げて、体をツイストしていきましょう。息を吸って上にぐーっと伸びて、吐きながら左肩越しに後ろ見ていきます。もう一呼吸、息を吸って。吐いて。息を吸って、体正面に戻して、両手を空に。今度は反対です。左手、右膝。 息を吸って、右手上にぐーっと伸ばして、吐きながら右手背中の後ろ。でもう一度息を吸って背筋伸ばす。吐いて、ツイスト深めていきましょう。右肩越しに後ろ見て。でもう一呼吸、息を吸って。吐いて。息を吸って両手を空に。 今度は吐いて後ろで手を組みます。手のひら組んだら息を吸って胸を前にぐーっと突き出してで吐きながら顎を胸にでもう一呼吸息を吸って吐きながら組んだ両手をお尻から少し離していきましょう。両手リリース。今度は手のひら胸の方に向けて手の甲を前で息を吸って。 で、肘をこう外側に曲げて、大きなボールを抱えるみたいに。で、吐きながら、ぐっと背中丸めて、手の甲を前に押し出していきます息を吸って。胸に近づけたら、今度斜めに行きます。吐いて、左斜め前。で、さっきと違うとこが伸びてるのを感じるはずです。吸って、胸に近づけて、今度反対、吐いて、右斜め前。 吸って、手のひら、胸、今度手のひら前に向けたら息を吸って、上にぐーっと伸びて、吐いて両手を下ろしましょう。<laughs> ちょっと肩周りスッキリしたと思うので、瞑想に入っていきたいと思います。で両手を膝の上に、膝の上でもいいし、腿の上でもいいです。楽な場所に置いてください。で背筋立てたいので、骨盤立てたいので、椅子に座っている方はちょっと浅く腰掛けてもいいと思います。 でさっきみたいに少し左右に体重を揺らしてで、自分のこう重心感じていきましょう。両方の座骨にしっかりと体重が乗る場所を探して、で優しく目を閉じて、ゆっくり呼吸していきましょう。骨盤を立てて、背筋は長く、肩の力は抜いて、 頭のてっぺんからひもでぐーって空に引っ張られてるみたいに背筋長く伸ばしていきましょう一度大きな深呼吸をします息を大きく吸って口から吐いてゆっくり呼吸を続けていきますで難しく考えなくて大丈夫ですコントロールしようとせず いつも通りの呼吸を繰り返してもし意識がどこかにそれてしまったらその意識をもう一度呼吸に戻すそれを繰り返していきましょう今から私が言う体の箇所に意識を向けていってください つま先、かかと足首ふくらはぎ膝太もももも裏股関節下腹部お尻 お腹腰背中肩甲骨周り両手の指先手首腕肩 鎖骨、首顎、耳頬、鼻口目おでこ後頭部。 頭頂次の呼吸で自分の体をスキャンするようにエネルギーを体中に送っていきます息を大きく吸って口から吐いてもう一度意識を呼吸に戻して 今の自分の体の状態に意識を向けていきます。もしさっきのボディスキャンで自分の体の中で疲れや滞り、痛みを感じるところがあればそのエリアに呼吸を送るようなイメージで呼吸を繰り返していきましょう。 もう一大きな深呼吸をしましょう息を大きく吸って口から吐いて手のひらを前に手のひらと手のひらをこすり合わせて自分が生み出すこの熱を感じましょう手のひらを目に当てますゆっくり目を開けたら少しずつゆっくりゆっくり手のひらをお顔から離していきましょう 皆さん、ありがとうございました。どうだったでしょうか。ちょっと気持ちが落ち着いたかなと思うので。ぜひ皆さん、今日良い一日をお過ごしください。江戸は地味でしたあさん。ありがとうございました。あ,さんありがとうございました, <laughs> ました。朝から素敵な時間でした。せっかくなんで、ちょっと原宿のスタジオの、の詳しく話します、ね。 はい、えっ、ー、とイグナイトヨガスタジオ原宿のルルレモンの店舗の二階にあります。今あの人数制限はしてるんですけれども、今スタジオの方もやっていまして、さっきお伝えした通りあの先週オンラインスタジオがオープンしました。イグナイトヨガオンラインドットコムでヨガだったり、あと今日やあのやった瞑想のコンテンツもたくさんありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。それでは林くんスタジオにお返ししますよ。はい。 ありがとうございました二郎さんジさん朝から素敵な時間ありがとうございましたはいではこちらから、えー、続けたいと思いますでは3人目の登壇者の方を、えー、ご紹介する前にそうですね最後にあのスペシャルプレゼント企画ありますのでぜひ皆さん最後までご覧くださいでは、えー、次の登壇者の方は、えー、平田美奈子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします えーと平田美奈子と言います、えー、この4年間ぐらいですね、えーとまあ、3つのことにミッションとパッションを感じてエネルギーを注いでまいりました、まあ、そのお話とお仕事のお話と、まあ、それから、まあ、わわ私のまあプライベートだプライベートといいますか、まあ、まあ母親業とどういうふうにあの両立して,してるのかなっていうお話も少しシェアさせてください3つというのは、えー、CIC 東京という えー、ケンブリッジイノベーションセンター、えー、イノベーション発信基地を、えー、作ってます。ベンチャーカフェ東京姉妹団体です。これはすでにローンチしました。あともう一つ、えー、二人の子育て中です。子供子育て中です。えー、CIC とベンチャーカフェはグローバルネットワークを持っていて、世界に11都市、えー、19拠点に展開しています。その、えーえー、設備、施設、コミュニティを 日本、アジアに初進出するプロジェクトのマネージャーとしてこの4年間携わってきました。どんなことやってるかっていうと、イノベーションが起こる、起こりやすい環境を作ること。日本にはなかなかまだ根付いていないイノベーション、エコシステムをあのここに作ってしまおうと頑張っています。 具体的には、虎、え、ノ、ー、門ビジネスタワーに今月1一十0月1日にオープンをして、えー、イノベーションスペース、実際に使うオフィスだったり、あの交流する施設だったり、いろんな、えー、仕掛け作りをしています。イベントもふんだんに行っておりまして、特に今日は夜の7時から、 東京大学さんと RCA ロイヤルカレッジ・オブ・アートのコラボレーション企画で7時から、えー、インスパイア・トークというものもコラボレーション企画としてあのイベント発信します。こちらは、えー、もう一つのベンチャーカフェの方です。これは、えー、2年半前にあのオープンをして、えー、毎週木曜日260人ぐらいの、えー、イノベーターたちを集めるイベントに、えー、成長しております。 コロナになってからはあのオンラインとハイブリッドのまたあオンラインとオフ,オフラインのハイブリッドとして、えー、ここのベンチャー CIC の15階のベンチャーカフェエリアで一緒にいよいよあのスタートすることになっています。また新しいこうインターフェースといいますかコロナの時代の、まあ、新しいインターフェースとしてこうコミュニティをどう作っていくかっていうところでかなり、えー、さ先進的というか えー、チャレンジしてます <laughs> しけた顔が出てますけれども、えー、とこの4年間はに至るまでに、えー至ったえー、この4年間に入るまでは、えーまあえー、2回の出産と、まあえー、再就職お母さんとして、まあ、再就職をしたところから始まったプロジェクトになります。で日本で、まあえーまあ 子どもを抱えての再就職っていうのは、まあ、結構かなり高い壁がありました。で、ここで、まあ、仕事をあえてしていくっていうところでいろいろ思うところがあったので、まあ、そういう問題意識というようなところを少しシェアしたいと思います。でどうせやるなら多様な価値観の中であの自分が信じて大事だと思う価値を生み出すような仕事がしたいと思いました。アメリカに まあ家族の都合でえ滞在してた時に必ずですね、What do you do? って聞かれるんですねあの。で、ちょっと当時は仕事もしてないので、あのな,な,なんかこう感じが悪いんですねあの。What do you do? って聞かれてシンプルに答えられない自分がいるっていうことに、まあ、自分のアイデンティティというかあの何かをしたいという焦燥感に駆られたようなところがありました。 あの結構何でもいいんですけれどもねあので自分探しというようなところもあったのかなで次にまあどうせやるなら子育てと創出可能なワークスタイル子育て時間の創出可能なワークスタイルがいいなと思いました特にあの、まあ、海外で見て日本と違うなと思ったのは、まあ、どんなところでもあの夫婦であの誕生日会とかあのいちいちみんなで一緒に来るんですね あの出産した時もあの授乳クラスお母さんのお乳をあげるクラスに、うん、旦那さん同伴で全員参加して私だけでしたあのシングルで行っていたのはあのそれは、ま、夜あの授,乳でき授乳する、まあ、お母さん起きて授乳するんですけどあのそれはお父さんの仕事だと言って看護師さんにみんな教育されてましたミルクであげてねってであとは実感する仕事をしたいなと。 まあ前職シンクタンク日本経済マクロ見てましたけどあの、まあ、スタートアップイノベーションっていうのはあの日本経済を元気にするまあカウフル材必要不可欠なものだと思っているので、まあ、是非そういうところにチャレンジしたいなと思いましたあとはまあ社会がすごい刻一刻と変わる中で、まあ、自分が育てる子どもたちに何を伝えていけるのかなっていうので、まあ、自分も 常に学び続けなきゃいけないというあの感覚があります。それからもうちょっとパートナーの、まあ一言ちょっとこれはあれですけどまあ俺死んだらどうなるってこの子たちちゃんと育てられるのとなんか突然言われてしまって <laughs> それはそうだよねとあの多額の保険金をかけるわけにもいかないのでああのまあう仕事しよ,うしようねっていう。と、まあ、とこころろでチャレンジしたところ まあ結構日本はかなり厳しい。30, 後半30代後半、小持ちで血の身がいるとなると、まあ、その時点であの時短勤務とか、あのまあまあ、あの保育園にはまず入れないですね。あの就職してないので、まあ、そこの壁すらも登りきれないとか、もろもろあって、そんな時でやったのがこの方、ティム・ローさん、CIC の, C のあボストンの、えー、CEO、ファウンダーです。で まあ、いろんな縁であったんですけど、いや、素晴らしいとに、5、6年ブランクなんか関係ないと、すべての経験は必ず活かせるあのと言って、まあ、本当に最初、アルバイトみたいな感じで知り始めました。で、これはあの創設メンバーですベンチャーカフ。右上がベンチャーカフェ、下が c i c のメンバーです。全員、私、面接してあの、仲間をどんどん増やしていって、あのプロジェクトもあの順調に進んでいて。 これからいろんなイノベーションがの両山泊になるような仕組みにできたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、平田さんありがとうございました。とてもあの勇気をいただけるお話だったかなと思います。<laughs> で、皆さん聞いてた多分すごいめちゃめちゃなんかこういろんなことされてるなというか。 思ったかなと思うんですけど、その時間の作り方みたいなのってどうやって構念されてるのかなってすごい気になったんですけど、何かコツというか気をつけてることってありますか？もうあの子供が起きる前と子供が寝た後、家でできることと、うん、家あの、うん、オフィスでしかできないことをもう本当にあの区分けしてます。メールチェックとかはまあ本当にひどい時間にメール送ってたりけど、<laughs> <laughs> あのそれはねちょっとはいあのですけど、まあそれでもあの。 自分の中でやりくりできるようにやります。もうこれをやる時間をピシッと決めて、その間にパパッとやるっていうような感じ、ね。まあそうですね。ねうん、そうですね。ただ子供とかはあの予想が不可能なので、まああの、空いてる時間というか、もう隙間は有効に使うようにしてます。わかりました。はい、とてもあのインスパイアリングの話ありがとうございました。ありがとうございます。はい ございました平田さん。では最後の、えー、登壇者の方をお迎えしたいと思います、えー。青木昭雄さんです。よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。青木でいます,、えー、ます。はいえっ、ー、と僕はですねあの実はあのデザインとアートのフェスティバルデザインアート東京というのをまあ主催をしているんですけどまあ普段あのブランディングとか えー、まあ、会社のですね。プロモーションまあ、伝えるところっていうところをお手伝いをしています。で、まあ、今回はまあ結構まあ20万人以上、昨年は来たですねデザイナートというイベントのどうやってプロセスで作っていったかっていう話をしたいと思います。 で、こちらのリーマンショックの話なんですけど、2008年に、えー、起きたリーマンショックの時にですね、まあ、ウィンドウが結構へたれていってですね、どんどん予算削られていく、しょぼくなっていくっていう現状を見た時に、ショップとクリエイターをつなげることができないかというところを考えて、それが構想で、えー、2017年からスタートしています。またあの、こういうロボットの問題、あとは競技場の問題、いろんな問題があった時にですね、 まあちょっとこうクリエイティブに対して不穏な空気が流れていたので、まあ、それをなんとか払拭して、えー、立ち上げたかったとで。デザインとアートっていう名前を掛け合わせたのデザイナートという言葉なんですけどもデザイン思考とかアート思考っていうか今ですねビジネスに非常に重要と言われています。まあ、デザイン思考の場合はお客様をまあちゃんとこう読み取って、えー、提供するとかアートは01で新しいものを生み出していく。 えー、そういった、まあえー、状況をデザイナーという場を使って、えー、皆さんに触れていただけるような状況を作りたいと。でビジョンが3つあります。こちらの3つです。クレイジブ産業の活性化、業種、人種を超えた出会いのソース、若手支援ということで30年、えー、続けていこうということで、えー、今、えーまあ、大体こう、毎回1000人規模のパーティーをやりながらやっておりました。えー、こちらの6組。 5組6名のですね発起人たちでお金を出し合っています。ぶっちゃけて言いますと、1人100万円を出してですね500万集めてそれを資本金にしていますが、全体そうですね、今7000万ぐらいですかね、年間回しながらやっています。このメンバーというのが肝でして、グラフィックができる川上旬、ウェブができる小池、カンファレンスができる永田。 えー、マークとアスリートは、えーまあ、ペチャクチャで皆さんご存知かと思うんですが海外のコミュニケーションと協賛などを引っ張ってきてくれる、まあ、それぞれの役割分担があることで、えーまあ、運営が回しやすく、えー、なるべくコストを抑えながら長く続けられるようなフォーメーションをとっています。で1年目はあのフランスの え、ピエル・シャルパンというですね、やっぱりその一番星にこう光るようなですね、えっと、クレーターをお呼びすることで、引きを作るということで、ニュース性を高めていきます。え、または、え、エイベックスの、これ、新社屋をジャックしてですね、超巨大なオブジェを、え、藤本明さん、 永山優子さんというです、ね、有名な建築家アー,トでアーティストに2021というテーマで未来に対しての問いを提示させていただくようなアートも街に点在させました。 で今、国際交流というのは非常に重要視してまして、パートナーカントリーというのを毎年設けています。この時はスウェーデンだったんですけども、翌年になりますとイスラエルということで、あのやっぱりですね、1年1年にフォーカスする国を決めて、まあ、オリンピックと同じですね、そういうオリ、まあ、フォーカスするところを決めると、親密により深く交流ができるということで、やっぱり まあ、イスラエルとかですね、普段あんまり知らないデザインアートがですね、えー、海外からやってきて、スパイラルというパ,、えー、パフォーマンスのいいところで、えー、こういった展覧会をやったんですけども、麦、えー、塩をですね、8トンぐらい使って、まあ、非常にこう巨大なインスレーションをびっくりするようなことをやったりとか、えー、あとはですね、テニスラケット有名な、まあえー、フレットペリー、 と、ラケットチェアというものはもともと開発していた清水さんのコラボレーションですね、マッチングというサービスを行っています。これは、あの、会場側、えー、まあ、これはフリッツ・アンセント・鈴木さんという、えー、クリエイターなんですけども、そこにサカナクションの山口さんの音楽を投入して、スマートフォンスピーカーになりながら、ガラス製品として発表できるような、えー、そういった 求めるる同士ををくっつけといいうところを得意としていま,すまあ会場側がまあどうしてもまあ集客だったり新しいクリエーターのつながりを求めていることが非常に多いので、まあ、そういったところにまあきれなクリエーター、まあ、ファッションデザイナーであったりこういうレザーのタイル屋さんになっているいう、まあ、そういう新しい組み合わせを行うことで化学反応を街中で起こすというところをまあや,やらせてもらっいます。 でこれがの先日の記者会見の模様なんですけども、ニューホームオフィスで、まあ、今、皆さんも今、リモートで,です、ね、腰を痛めた経験とか、もしかしたらあるかもしれないんですが、ちゃんといいものを揃えてたいって言ったときにです、ね、こういった世界各国のマムートピトラ、スチールケース、まあ、本当に一流の家具を揃えたりとか。 まあ、あとは ANB 東京というこの六本木近くのコース店の近くにですねできたアートコンプレックスビルがありましてそこでのアートパフォーマンスも多彩に行われてたりしますで。こういったアートデザインを点在させながらですね街のこう新しい気づきを作っていく街にこうお金が落ちるような仕組みを作りながら安心安全でうまくコロナ対策をしながら行っていると。 こういったバルーンアーティストもいったですね、病気の衣装なども手がけているアーティスト、デイジーバルーンというのも参画をして、えー、宮下公園、えー、というところでやっています。で、ちょっとここで家具がいきなり出てきたんですけども、要は短くて安いものを短いスパンでやるべきか、いいものを何を使うべきかって考えたときに、インテリアローンという考え方があって、分割で今買えるって仕組みが広がっています。 なので、長くいいものを使った方が気持ちもいいし、えー、長く、えー、良質な、えー、腰を痛めづらいものもできたりすると。と。こちらの1% for art と言いまして、えー、署名活動を行っています。でこれは何かというと100億円の建設人に対して1億円をアートに使わなきゃいけないというルールが海外ではあるんですが日本はなかった。 それを何とか成し遂げようということで、渋谷区がですね、それにまあ共感をしてくれまして、これがの鈴木康弘さんというアーティストと一緒に作った渋谷の方位地震というベンチです。まあ、こういったものがあることによって、子供たち、おじいちゃん、おばあちゃんがアートに対して意欲的になれるということで、こういった状況を作ってますので、よかったら楽しんでいただければと思います。 ありがとうございます。はい。青木さん、ありがとうございました。はい、はい。お話を聞いて、こう、何て言うんですかね。ちゃんとこう、持続可能にするような仕組みがすごいなというか、いろんなところにこう、工夫を凝らされてるんだなっていうのを、あの、驚きで聞いてたんですけども、なんかそういう、こう、うまい、 続く仕組みって、まあ、皆さんいろいろ始めるんだけど続かないっていう方多いのかなと思うんですけども、ねはい、その辺りってこうどういうふうな発想とかコツでこうやられてるのかなっていうのはごシェアいただけますかす、ねまあ、基本は、えーまあ、相手をいかに周りのチームであったりとかお客様であったりとかを喜ばせるかっていうところ、うん、やっぱりもうみんな気持ちよければリピートしたり、えー、一緒にまあその えー、厳しい条件であっても一緒にやりたいという,こう絆が生まれやすいで、そこにあったのはゴールというか、ゴール設定とかビジョンの部分なんですよね。だから、なんとかみんなついてきてという、まあ、状況を作ることで、推、え、進、ー、力を生み出すという、まあ、どうしてもこう、ね、浅い考えだとなかなかな,なるほどありががとうございました皆さんがついてきたくなるようなこう 素晴らしいビジョンというかテーマを掲げられるということですね。はい。ありがとうございました。青木さんでした。ありがとうございます。はい。では、こちらで、す、え、べ、ー、ての登壇者の方にお話をいただきましたので、えー、ちょっと今日冒頭にお話していた、えー、ルルレモンさんのなんと豪華スペシャルプレゼント企画がありますので、そちらのご案内を知、えー、って、まずしたいと思います。でこちらですけれども、 えー、ヒルズブレックファーストのページですね。こちらに、あの、こちらのプレゼント企画ですよっていう投稿をお送りしますので、そちらにコメントをしていただくという形ですね。で、あの、プレゼントの内容なんですけども、まあ、一つ、これがま、1位という感じですけども、ヨガスターターセット、これすごいですね。5名様のみなんですけども、ヨガマットとブロック、ヨガに使えるパンツ1枚の豪華セットでも、今からヨガが素敵に始められると。 いう方ですねこちらは店舗受け取り可能な方のみとなってしまいますけれども、えー、B の方は先ほどのスイートライフハブでのクーポンチケットになりますので、こちら、もうあのヒルズブレックファストのページにコメントした方全員もらえるということで、もうこれはするしかないですね。でこちらはあのリモートの方でもできるというか、リモートの、えー、レッスンもあるので、そちらを受けられるということですね。 なので、ぜひ皆さん、振るってご応募ください。投稿期限は10月28日水曜日の13時までとなっております。今日の13時ですね。で、当選結果は2、3日内に事務局よりメッセージでご連絡いたします。はい。大丈夫ですかオンラインレッスンはですね、現在、水木金の19時からとなっていますので、皆さん、受けやすい時間帯かなと思いますので、ぜひ皆さん、ご応募ください。はい ありがとうございます。で、次回はですね、えー、来月の金曜日、27日になりますということなので、またぜひ皆さん、今のうちにですね、予定をぜひチェックしておいてください。はい。ではですね、今日ご登壇いただいたスピーカーの方にもしよろしければ、全員、顔をあの出していただければなと思います。で、皆さんあの、オーディエンスの方からご質問があったりとか、ちょっと皆さん同士でもね、お話できればなと思いますけれども、えー。 皆さん、顔を出せますでしょうかプレゼンの方はしまっちゃっても大丈夫ですかね朝早くからありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。皆さんは朝はあのお強いですかお話とか朝からってあんまりないかもしれないんですけど、いかがでしたか 平田さんは今早起きそうですね <laughs> そうですね子供が行く前に 1>, <laughs> あの1時間半とか2時間は、えー、とメールチェックとかをもう送ってしまうっていう3日な,あなるほど。でもうじゃあ仕事もされてからこのそうですねですご、ね、い,い,いですねあとははいそうはいそうですしょうがない <laughs> <laughs> でもほんにお話あのすごくあの インスパイアされましたありがとうございますあいいえまだまだ女性がねなかなかっていうところがあるので、うん、おばさんとかをもっと使ってほしい世の中になってほしいなと思います <laughs> ありがとうございますジュリさんは朝とかもレッスンされてるんですかはい朝もやってます私は朝あの割と強いので体が弱いんですけど朝一番早い時だとどれぐらいの時からレッスンあったりするんですか でもあの、うちの,そのイグナティアガスタジオのレッスンは7時からやってます。おー、早いですね。結構集まるんですか ?7 時でも。そうですねあの。コロナの前は結構7時と8時のクラスが一番人気なクラスで、スタジオに、あのお仕事の前にスタジオに来てくださる方とかがいした <laughs> 今はでもオンラインであのほぼやってるので、オンラインの方だと8時のクラスがメインです。なるほど。 ね、ぜひ、あの、今日来てくださった方、皆さん朝早い方々、今日も100、いつもいいときで120人ぐらい見られてたので、あの、ぜひ、朝ヨガもチャレンジされてみてください。どうか、皆さん視聴者の方から質問ありますかね。すごく、あの、皆さん、いい感想をたくさん書いてくださってるんですけれども、先ほどのあの、マインドフルネス、めちゃめちゃ、あの、良かったっていうコメントたくさん来てます。私もあの、画面オフにしながらやってたんですけども、 大事です、ね、あれは全然あのねやるとこう違いますよねなかなかこうおか、うん、しくてできないって思いがちなんですけどでも本当に1分でも本当短い時間でああいうふうに呼吸に意識を向けるだけで本当にこうす、うん、っきりすると思うので是非皆さんやってみてほしいなと思います。うん、本当に数分でもやっぱりいいですよねはいそれも忘れる日常になる時が多分ね皆さんあるのかなと思うんですけどもうん また続けると、良さがどんどんこう増してくると思います。ありがとうございます。はい。皆さん、なんか、あのー、もしよかったら。ご登壇者同士でも、ちょっと質問というか、聞いてみたいなみたいなこと。あれば、ぜひ。ですけど。山崎さん、いかがですか。山崎さん。はい。ええー、朝で。 なかなか頭が回ってない,い <laughs> 状況ではあるんですけど、ね、あの、こんな時間に起きるの本当に数年ぶりとそこまでいかないんですけど、あの、久しぶりで、ね、<laughs> さんのお話、すごくあの、方向性が全然違うので、あの、すごく面白かったなというふうに思いました。で、いつもこういう話聞くときに、あの、確かに皆さん面白いけども、もしコラボするとしたらっていうふうに少し考えちゃうんですけれども、あの、た、例えば、青木さんのイベントとかで、 あの,あのデザインとアートという組み合わせがちょっと出てきましたけれどもあのよく最近あのアーティストの方とコラボレーションしてなんかアートとサイエンスとかデザインとサイエンスみたいなまあ SF もそういう感じですよねあの映画とサイエンスって感じですけどなんかそんな感じであのコラボレーションをしたらほんのちょっとだけ科学的な要素を入れたりとかあと最近流行りの教育の要素をちょっと入れたりとかそんな感じであのなんかお手伝いというかできるかもしれないなとちょっとだけ <laughs> <laughs> 感じました。 すごく入れたいと思っていてあの、まあ、それこそ、まあ、粒子力学、ね、やられてると思うんでいろいろこう物理学とか何かそういうサイエンスを使ったものであったりあとはその生物学的なあのものであったりでこうバイオテクノロジーを使ったアート表現みたいなこうものもあったりするので。 いやそういったもので、こう、新しい気づきが与えていけるんであれば、もうぜひぜひやりたいですね。お、素晴らしい,、まいや。ありがとうございます。ま,また連絡させていただきます。ありがとうございます。<laughs> はい。あとですね、えっ、ー、と、一個コメントできてて、青木さんへの質問なんですけど、デザイナーとで、まだこれからいけるとか、見れるコンおすすめコンテンツ、もし青木さんの、こう、おすすめっていうのがあれば、教えてくださいっていうコメントが会場から来ています。 そうですね、特におすすめなのが、まあ、いっぱいあるんですけどオモス・タンド・ヒルズのスペースを・オがギャラリーという名前で、えー、と展覧会をやってましてちょうどこう今本当にこうデザインとアートどっちなのって思うぐらい勉強 <laughs> されたものが今世の中に増えてるんですね、えーまあ、家具とかそういう機能はありながら、まあ、一点のであったりアーティスティックなものっていう、まあまか不思議なものがいっぱい見える。 例えば、これはえっと家具ではないんですけども、ソーシャルディスタンス、今非常に重要だって言われてるソーシャルディスタンスってこう1メー,ター半置きとかにこう点を打ってこうシール貼ったりするじゃないですか。あれが実は音符になってて、音がかかソーシャルディスタンス、ーソーシャルハーモニーっていう作品 <laughs> 面白いです、ね、まあこう日本列島の形をしたベンチがあって、 で実はあの、えー、さっきの最後に出てきた、えー、パブリックアートの安弘さんの作品なんですけどもうん、うん、明治神宮がうど100周年ということもあってあのオンスタンドヒルズの形ってすごい細長いんですよ。宮下、うん、公園のやつも細長くてみんな矢印確かにいいんですけども明治神宮にこう向かっているということで、えーまあ、都市伝説的な話なんですけども本のはいはい、はい なんもやってます。ああ、なるほど。分かちょっとなんか不思議なものがいっぱい見れます、ね。うん,う,んうん、うん、うん。よかったら。はい。面白いですね。表参道だとね、皆さん行きやすいと思いますので、ぜひ皆さん、えー。チェックしてみてください。はい、では、そろそろちょっと時間となってしまってですね。今日ちょっと、本当は座談会も、この後あるって言ってったんですけども、時間的な関係で、まあ、ちょっとこれを、あの、代わりにさせていただければなと思います。で、最後に。 えっと、皆さんでちょっと記念撮影というか、スクリーンショットを、あの、撮らせていただければと思いますので、じゃあ、運営の皆さんもよろしければ、え、顔を出していただいて、え、スクリーンショットで、あ、一郎さんも出てきましたね。ボタレポートありがとうございました。青木さんも。はい。では、では。じゃあ、どなたか撮っていただけますか大丈夫ですか大丈夫ですかね。大丈夫ですか はい。じゃあ、行きます。ありがとうございました。3、2、1。テネットのチラシが出てます。<laughs> さすが。大丈夫ですかね大丈夫ですか大丈夫。大丈夫ですか, <laughs> ですかねわか <laughs> 大丈夫だと思います。<laughs> はい。では、皆さん、えー、大丈夫ですかねありがとうございました。で、えっ、ー、と、ちょっと登山者の方だけ少しお残りいただいていければなと思います。では、放送。 え今日は皆さんありがとうございました。はい。ありがとうございました。